こんにちは。いつも動画をご覧いただきましてありがとうございます。今回はね、特別定額給付金のテーマで動画を見てくださって、そしてチャンネル登録をしてくださった方に向けての放送になります。まあね、私の自己紹介といいますかね、お前は誰なんだというねコメントもありましたんで、ここで改めてお話しさせていただきます。私は今ね、速稼塾っていうネットビジネス塾の主催をしていまして、そちらがねもう8年になるんですよね。で、その塾の売り込みを今回しようというわけではないんですけども、私はね、もともと40歳まで麻雀店の親父をしてたんですよ。広島市中区本通り 8-24 オープンリーチという麻雀店です。もしかしたらいらっしゃった方がいるかもしれませんよね。で、あんまりね流行らなかったんですよ。で、すごくね立地は良かったんですよ。一等地でした。銀座通りでした。でもあんまり流行らなくて、私の力量がなくてね。で、結局店は赤字を残して閉店することになっちゃったんですけども、その時での私の赤字っていうのは3500万個人で被るものがありましてですね。で、社員はもうみんな解雇してしまって、で、私が代表で連帯保証人だったんで、その3500万をどうやって返すかなっていうところでね、ネットビジネスってものに出会ったんですよね。で、ネットビジネスってのは結局知らせる仕事なんですよ。もう世の中ってね、知ってるか知らないかでもう全然人生が変わっちゃうんですよね。例えば一生懸命働くのはそれ尊いことなんですけども、別の方法でお金だけ作ろうと思えば、情報のやり取りだけでねお金が作れちゃったりするんですよ。例えばプログラミングをするのも一つですしね、ニュースをこうやって知らせるのも一つなんですよ。そうして注目が集まると、そこにつく広告で、やっていけるっていうかね、食べていけるってことで、私は麻雀店はね1日に16時間勤務していたんですけども、それでもねお金はどんどん出ていくんですよね。じゃあ麻雀で楽しんでらっしゃる方もいるのに、それを、提供するサービスをね提供していく側もいるのに、そこに価値は存在しているのに全然食べていけるようなお金にならないとかね、そういうこともあったり、ただ皆さんのもしかしたら仕事の環境も重要なのにお金にならないことって結構ねやってるかもしれないんですよ。でも重要なのにお金にならないことがあるってことは、それほど重要じゃないんだけども利益の幅が大きいものっていうのも存在するんではなかろうかっていうふうに考えたんですよね。で、単純に言うとそれが広告の世界なんですよ。広告のビジネスっていうのはものすごく儲かるんですよ。電通って聞いたことがあると思いますけども、むちゃくちゃ儲かってるんですよね。で、今はテレビとか雑誌とか新聞以外の広告枠っていうのがあるんですよね。それがインターネットだったり、こういう YouTube なんですよ。とにかく見ていただく方が増えれば、それだけでね収入になりますんで、ヒカキンさんとかはじめ社長みたいな面白い企画をすると、もう年収で何億っていうふうに儲かっちゃうわけなんですよね。で、そういう世界があることを麻雀しか知らなかった私が知った時に、そこでねブログを作ったりして、ブログに広告を貼るみたいなことをやってったんですけども、3年で大体1億円以上、そこで作ることができて、おかげさまで借金を返してね、で、税金の滞納分を払って、で、一戸建て、今住んでる私の家がちょっと大きめで 6SLDK ってやつなんですけども、駐車場もね2台半3台分くらいあるんですよ。で、むちゃくちゃいい場所なんですよね。で、この家は2800万ほどしたんですけども、これも一括で買うことができたんですよ。要するに広告に関わるとこんなにね人生変わるんだってことに気づいたのが、私のそのビジネスを始めるきっかけだったんですよね。で、今は隠居 TV っていうね YouTube やってるんですけども、ご覧のように私隠居っていうかね、毎日その YouTube の撮影だけして暮らしてるんですよ。しかも編集もしてないし、ただ私がダラダラ喋ってるだけなんですよ。で、私がねどういうことを喋ろうかと思ってるかっていうと、ずっとやってることの中の一つに、お金の問題解決なんですよね。この世の中にはお金の問題解決を知らないから問題解決できないだけっていう事例が結構あるんですよ。で、知ると問題解決が できるみたいなね、そんな制度あったの、そんなに簡単なのみたいなのが結構あるんですよね。その一つが今回の給付金であったりね、それから事業者には小規模事業者なんとか金みたいなのがあったり、あとはね補助金とか助成金っていうのが山ほど溢れてるんですよ、世の中に。特に安倍総理が政権を取ってから3本の矢っていうんですかね、アベノミクスっていうので、かなりね手続きすると事業者とか、それから特定の方に有利な、お金の支給っていうのがある制度っていうのが結構あったりね。で、会社も作りやすくなったりとか、細かい話を合わせるとここではとても言い切れないぐらいね、すごくいい話がいっぱいあるんですよね。で、一例として皆さんにお知らせしたいんですけども、私の手元にこういうパンフレットがあります。これは何かというと、手続きするだけでもらえるお金の一覧なんですよ。こんなにあるんですよね。裏にもありますからね、数え切れないぐらいあります。こういうのが折り込みで入ってきてるのを皆さん見たことあります？取っといてます？だからこういう重要な情報、要するにその重要な情報を知らずに過ごしていると、
本当にね稼ぐ方法っていうのが偏っちゃうんですよ。で私はこういう情報を別にお金をくれたら教えてあげるってことじゃないですよ。こういう情報をこういう制度があるんだったらこれを話しとこうかなっていうので YouTube に盛り込んでるだけなんですよ。で最近はその持続化給付金っていう例の感染症に対するね補助金とか助成金とか給付金がすごく出てきてるんでそれを重点にお話ししてますけども、普段はお金の問題解決ということで普段からある助成金とか補助金っていうのはね山ほどあるんですよ。こういうふうにね、でこういうのをお知らせしたりとか、もちろん私は専門的な手続きを代行しますよってことはありません。ただ知らせるだけです、まあ、ですんで社労士さんのところに行ったりとかね、社会福祉協議会に行ったりするのはもう皆さんされてればいいと思いますけども、とにかくね働くとかサービスを提供するとか物を作る以外にも我々が払った税金をね効果的に使わせてもらう方法っていうのがね、取り戻すというよりも使わせてもらう方法です。そういうのがあるんですよ。で MMT 理論みたいなのも勉強することができて、日本っていうのはいくらね極端な話いくら国民にお金を配っても全く困らないような財政状態なんですよ。もちろんインフレ率の制御はありますけどね、まあ、ですんで悪い言い方すると堕落しようと思えばいくらでも堕落して人生を走り切ることができます。でも一生懸命働くことの尊さは変わりません。あとはもう皆さんがねそれぞれどう選ぶかなんですよ。少なくとも私はね精神を病んだりとか誰かと喧嘩したりとかね、それから自殺をするまで仕事にお金を稼ぐための仕事に時間をかけるべきではないと思います。一定のレベルで仕事をするっていうのはとってもいい刺激になりますし、世の中に貢献もできるし信頼できる仲間とのつながりもできるんで私はやるべきだと思うんですけども、ただねあんまりそんなにね朝干し夜干しでわけのわかんない仕事をずっとやる必要はありません。好きな仕事だったら朝干し夜干しでいいんですよ。でも生活費がとりあえず20万いるから無理やり働いてるっていうのは不幸な形だと思います。今皆さんがいやいやされてる仕事があるとしたらその仕事に喜んでしたい方も世の中にいるんですよね。だからこの仕事とのミスマッチ、この組み合わせの悪さっていうのがいまいちね残ってるんじゃないかなと思うんですよ。例えばねプロ野球選手で野球が嫌いな人って多分いないと思うんですよ。大好きだからプロ野球の選手になったんですよね。で漫画家さんも漫画好きだからずっと書いてたら気がついたら少年ジャンプの連載になってたとかね、そういうことになると思うんですよ。でもなぜかねいわゆる多くの一般の仕事っていうのは就職する時期が来たから給料欲しさに待遇を目当てにその会社に入ってやる作業っていうのはあんまり意義を感じないみたいなミスマッチが起きてるんじゃないかなと思うんですよね。で竹中平蔵さんがベーシックインカムみたいなことを言い出しましたけども、私もね竹中平蔵さんの形ではないベーシックインカムね、これは十分議論を重ねないといけないと思いますけども、国民全員に一律支給毎月7万とか10万っていうのはあり得る話だと思うんですよ。ただそこで社会保障費を全部なくすか生活保護だけ残すのか医療費だけは残すのか年金だけは残すのか、まあ、いろんな組み合わせがあると思いますので、ハイブリッド型でねベーシックインカムもやるんだけども一律給付は5万円でその代わり医療費は残しますよとかね生活保護は残しますよみたいなのを組み合わせて使っていけばいいと思うんですよね、うん、まあいろいろとこういうねお金に関する話を私の YouTube ではすることが多いかなっていうところでございます。はい、以上でいいですかね。最後にもっと個人的なこと言いましょうか。私は40歳まで独身でした。で結婚したのは43歳です。40歳の時に知り合った方と結婚しましたね。年は17離れている、まあ、可愛い女の子なんですけども、私は今年48歳になってやっとね11ヶ月もうすぐ1歳になる子供がいます。生涯初めて子供ができたということですね。それ以外には特に語ることがないんですけど、普段はね民謡をやってますね。この年になって40の手習い50の手習いではないですけども民謡三味線を始めまして、まあなかなかの舞台もこなしましてね、楽しく人生過ごさせてもらってます。おかげさまで両親もまだ健在ですんで精一杯ね、両親に対してできること恩返しみたいなことをねやってみようかなっていう形で隠居して田舎に住んでるっていう形でございます。まあこんなところですかね。はい、またご質問ありましたらご連絡いただければ、コメント欄ありましたら今度はコメントとかねまたたまに動画で返信させていただきます。とにかく持続化給付金、特別定額給付金、これがね再支給される可能性が非常に高まってきましたんで、皆さん引き続きメールの方と周りの人にねこんなのがあるよって知らせてあげて、ぜひね5万円でも10万円でもこのコロナ禍をね救うための国民の税金を使わせてもらうと、財政出動をお願いする官邸にメール、これね引き続きお願いします。まだ確定したわけじゃないんで5万も10万もこれからですよ。ここまで来たらもうこれから走り抜けるしかないです。どうせ無理っていう人もだいぶ減ったと思いますからね、うん、よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。